月王子の実話会談。えー、これは、えー、僕が、えー、19の時に田舎、四国の田舎に、えー、まあ、夏休みに帰った時のお話です。えー、友人二人でドライブに行きました。で、僕は、霊というものを信じてなかったので、えー、科学的検証。の、要は、あの、映画ポルターガイストに出てくるような感じで、なんか、あのー、 地場的な何かの原因があるというのを科学的に証明したいと思って、ある実験をしてしまいました。えー、お化けが出るという手彫りのトンネルがあるんですけども、車一台が一方通行で通れるぐらいの、えー、ところです、えー。そこにですね、えー、当時のラジカセですね、それに、えー なんか録音しようとします。つまりですね、えー、車で、そのトンネルの中央まで行って、ラジカセをオンにして、録音状態にして、外に、え、車で出て10分待って、また、それを取りに帰って、再生して何か声が入っているかどうか実証しているっていう実験者でした。内容はこうでした。えー、あまりにも、要は、あの、ラジカセからく、 出てくる声が聞き取りにくかったので、えー、カーステレオで聞くことにしました。それもちょっと怖いので、えー、ファミレスの駐車場の明るいところで、はい。で、ボリュームをアップにしてやります。まず、こういう音が入ってました。カシャこれは録音を始めたという合図です。で、ドンこれは僕が車に乗った音です。もう一個はドンこれは、 友達が運転席に乗った音です。で、エンジン音がブルブルっとかかって、車がブーンとこう去っていくっていう音が入ります。そしてあたりは静かになり、ポチャン、ポチャン、ポチャンとこう、水滴が耐える音がし始めて、シーンとなってるのに、このいう声が入り始めました。H、2、H 2h2h2h2 誰かが数を数えているんですよ。いや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 、そんなはずないのに。それがだんだん増えていくんですね。かん、h2 かん。なんか掘ってるんですよ。想像するように手振りのトンネルやから、トンネルを掘ってるような、 感じの音が入ってまして、声と。その後が決定的です。トロッコがガラ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 っていう音が入ってまして、えー、その瞬間、野良犬がやってきまして、僕たちの車に向かって、ワン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 って吠え始めました。友人は凍りついて、おい、これ普通じゃないよ。こんなの録音してしまったらどうしたらええねん。どうしたらええのって、もうビビりましたね。えー、次の日、えー、お寺に行って、 えー、聞いてもらったらこれはすぐお笑いするということでお笑いをしました。はい。えー、新鋭スポット若気の至りの話でした。